ちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。合わせてご覧ください。さて、本日こちら桜尾蒸留所、広島の大変今人気の蒸留所です。こちらからとても美味しいウイスキーに合うおつまみをいただきました。フルーツチョコレート、こちらチョコレートでコーティングされてまして、中にドライフルーツなどがはいこう練り込まれています。練り込んでやられています。ウイスキーとチョコレートがとっても合うというのは皆さんよくご存知だと思います。このようなフルーツケーキともとても相性がいいので、ぜひお試しください。今日の桜尾ウイスキーはシェリーカスクのものです。人気のシェリーカスク希少ですね。程よいセミライン香度が強くない、程よいシェリー香がたっぷりと鼻こういっぱいに広がります。厳選されたシェリーダルということです。でちょっといただいてみたいと思います。チョコレートの確か周りにもウイスキーがコーティングされていると伺っています。ドライフルーツのこの風味とか香りそのものがこちらのウイスキーの中に感じ取られますので、相乗効果でとても美味しくなるの間違いない。こちらのチョコレートです。このカスケーキです。焼き菓子です。どこかで出会ったらぜひ召し上がって、合わせて召し上がっていただきたい。この一つです。